コムエアーは、かつてデルタ航空の完全子会社として、小型機を運航していた、地域航空会社。アメリカ合衆国県タッキー州のシ、新シナティノーザン県タッキー国際空港に本部を置いていた。一時は10億ドル以上の歳入規模を持つ、世界最大級の地域航空会社であり、搭乗者数100に満たない小型機のみを所有するという点を除けば、大手航空会社と言ってもよかった。 デルタコネクションのブランド名で、アメリカ合衆国、カナダメキシコバハマの多数の都市へ就航していた。エンブラエルエンブ -120 コムウェアは1977年3月に、シンシナティのパトリック・ジェイ・ソヤーズ・ロバート・ T ・トランター、デビッド・ミューラーとその父レイモンドによって設立され、4月に3期のパイパー社製 PA-31 ナバ法で、定期運行を開始した。 1981年7月に航空機を増備する、資本を調達するために株式を公開した。1984年、デルタコネクションに参加。デルタ航空は1986年7月に株式の20%を獲得し、1999年10月22日に約23億ドルをかけて完全子会社とした。2001年3月26日、 コムエアのパイロットたちはストライキを実施。このストライキで、コムエアのフライトは欠航となり、89日後に新たな契約が合意されるまで継続した。2004年12月25日、ジャクソンビル国際空港で足止め中のコムエア所有、CRJ-100ER2004 年のクリスマスの週末には1160便すべてを欠航させ三万人を足止めし、 アメリカ合衆国の全国的な注目を集めた。これは、記録的な雪と上位をやりくりするソフトウェアの欠陥とが重なった結果であった。12月23.24日、シンシナティ一帯は記録的な降雪に見舞われ、凍結防止液の供給が枯渇してしまった。吹雪のために高速道路が閉鎖され配送もできなかったため、コムエアは24日、始発から、 すべての瓶を欠航せざるを、夜通しで供給を受けた後修行の手続きを始めたが、乗員を割り振るコンピュータシステムが停止した。このシステムは1月ごとに交代させるように設計されていたが、その期限は前日の悪天候のせいで等に過ぎてしまっていた。皮肉なことにこのソフトウェアはより性能の良いシステムに交換させる過程であったのだが、2008年5月時点では、 まだ交換されていない。2005年9月14日、親会社であるデルタ航空が11小破産の手続きを取り、コムエアアも共に破産に追い込まれた。コムエアアは航空機、航空便、従業員の削減による年7000万ドルのコスト削減を発表した。2007年以降に運航数が次第に削減され、2009年にはデルタ系列航空会社の地上部門統合が 行われ、規模を縮小していった後、2012年9月29日をもって運行終了となった。詳細は、コムウェアの就航都市を参照美翼に9ロゴをつけた、コムウェア所有、CRJ-100ER コムウェア所有、CRJ-700 サラソタブラデントン、国際空港にて詳細。ありがとうございます。